こちら、ギターバッグになっております。アシャンテテンションやけ、こんにちは、ほのぼのでイエ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 イ。はい、ということで今回ですね、ちょっとショッピングをしてきたので、そちらで買ったものとプラスアルファでお風呂を上がった後のスキンケアから寝るまでのご紹介をしていきたいと思います。ということで早速紹介していきたいと思います。今回ですね、原宿と池袋に行ってきたんですけども、原宿の竹下通りにまず最初行きまして、じゃん、こちらウィゴーで1点お買い物をしました。さあ皆様気になるでしょう、何を買ったのか。なんか私中学 2,3 年になってからウィゴーでお洋服とか買う機会が結構少なくなったなってイメージ結構強くなってて、ホワイニーの服が出てるじゃないですか、めっちゃ可愛かったんだけど、貯金がなさすぎて欲しいものを買おうと思ったら買えなくなっちゃったので今回はやめました。なんでまたちょっと今度ウィゴー行って買いたい服を。でですね、私が今回ウィゴーさんでご購入したのは、じゃーん、こちらギターバッグになっております。え、皆さんこんなの見たらね、え、何入れんの、え、もしかしてあれのあれのあれじゃない、え、待って、違う、あれのあれじゃない、え、ホロモノちゃん結局何なのって思う方いると思うんですけど、さすがにちょっとそれはですね言えないんですけども、ギターバッグを初めて購入しました。お値段が4399円でございました。なんかこれともう一回り大きいサイズあったんだけど、とりあえず小さいのから調整してみようと思って小さいのを買いました。え、これすごい、なんか中は仕切りみたいなのがあって、仕切りも外してたりするし、なんか普通にさ便利だね、すごいわ。上がさこんな感じでパカパカ開いてるから、人からなんか盗まれそう、人からなんか盗まれそう、人になんか盗まれそうな感じなんだけど、上にチャックがあるからめっちゃいいし、中身も見えないから超いい。ということでウィゴーさんで買ったのは以上になります。でさ、ウィゴーを見てみたんだけどさ、135じゃなくって地下に入るピンクラテとかの隣にある地下に入る方に行ったんだけど、今さ板場すごいね、びっくりしたもん。このノーマルのさ、こういうののさ、ちっちゃいのからでっかいのまずあるじゃん。でなんか斜め掛けバッグの裏が6個くらい缶バッジが入るような感じのやつとかもあったし、縦長でここになんか透明のケースがあるみたいなのもあったし、すごいなと思った。じゃあ続いて池袋で買ったものを紹介したいと思います。まあ、これときて池袋って言われたら多分みんなアニメイトを想像すると思うんですよ。でもアニメイトじゃなくって、じゃん、池袋に行ってなんと松本清にいました。の前に原宿の、これもね、近くの行けばいいと思うじゃん、ダイソーに行きました。なんか私今アイブロウパウダーが粉々になったの、ユアグラムの、まあ落としたからなんだけどね。しかもなんか結構こう表面が見えてて、自分がいつも使っている色がなくなってきたなと思ったので、新しいのを買おうと思って買いに行ったんだけど、私が使ってるのはここにもう一色入ってて、それがピンク色のやつなのね。だからないなと思ったんだけど、ないとちょっと困るなと思ったので買いました。これは110円でしたね。いや本当にね、これめちゃくちゃおすすめします。これ3色でもいいと思うんだけど、私はね4色でちょっと多分220円ぐらいだったかな、100円ぐらい高くなるんだけど、これだけでノーズシャドウもできるし、涙袋もかけるし、アイシャドウもできるから、それだけでナチュラルメイク完成するみたいな感じで、メイク始めたいけど何買っていいかわからないって方はぜひ買ってみてください。ということで池袋の松清で買ったものを紹介したいと思います。松清で買ったもの3点ありまして、まずこちら、じゃん、セザンヌの毛穴をぼかして崩れを防ぐウルフワ仕上げパウダー、おしろいでございます。私が買ったのは03番のルーセントクリア、ツヤ肌って書いてあるんだけど、前までエチュードハウスのやつ使ってたんだけど、それがねなくなっちゃって、新しいのが欲しいなってちょうど思ったので買いました。ちなみにですね、色はこんな感じで、なんかね私の目で見たらちょっと肌色っぽいんだけど、でもなんかね白っぽくも見えるんだよね、このガラスの問題かな。結構開けて、パフ調子、パフがめちゃくちゃいい。そう、私なんか使い方が悪いんだと思うんだけど、私さすっ
っごいパフがすぐダメになっちゃうの。ファンデーション塗らない代わりに透明感とかいろいろ見せたいなっていうので下地をめっちゃ塗るから顔がベタベタするので、そのベタベタをこうやるとパフに水みたいなのがついちゃってダメになっちゃうのね、いつも。だからちょっと今回はいい感じに使おうと思うんだけど、今ちょっと触ってみたんだけどサラサラだから、またこれ使ってよかったらメイク動画出そうかなって思います。なんか他の色もあったんだけどテスターしかなくって商品がなかったので今回03番試してみたんだけど、プチプラでおすすめのお粉あったらぜひコメント欄にお願いします。じゃあ次紹介します。続いてはこちら、じゃーん、ケイトザアイカラー58番のオールドローズでございます。これね安かったの。私このアイブロウパウダーのピンクいつも使ってるって言ったじゃないですか。それは涙袋に使ってるんですよね。これ美白モードになってるか見えるか分かんないけど、この涙袋にいつもやってるんですよ。でピンク色のアイシャドウを単色が良かったっていうのもあって、そのキャンメイクのやつはやめてこの単色のやつにしてみました。なんかさケイトってさ結構うち高いイメージがあったのね。そうなんか普通にアイシャドウとか1300円ぐらいするかなと思ったら、確か1300円もしなくて800いくらかの気がする。しかもさこの色超可愛いしさ、このちょっとコンパクトなのめっちゃ可愛くない？私単色アイシャドウはあんまり買わなくっていつもパレットで買うから、単色アイシャドウいいね。単色アイシャドウをさこの銀のところからさ取ってさ自分の好きなやつだけを集めるっていうのも良さそうだね。ということでこんな感じの色でございます。なんかチークにも使えそうだね。またこれあれじゃない、何でにも使えちゃう系のやつ。アイシャドウにもいけるし、でも私多分これ目の上にやったら腫れぼったく見えちゃうから涙袋を描くときと、ちょっとなんか鼻に入れるチークに良さそう。なんかさ私最近思ったの、チークの後にハイライト入れたらさそのチークの色なくなるじゃん、てか薄くなるじゃん。だからなんかちょっとこういう濃い色を入れてっていうのもいいかなって思い始めてきて、最近純欲メイクだけみたいな流行ってるじゃないですか。なんかこことこことこうなんか口紅でやるみたいな。私口紅やったことあるんだけど、その口紅がマットじゃなくってツヤツヤするやつだったのね。でここにさずーっとさこの跡が残っちゃってさ、なんかすっごい変に見えちゃうから、こういうアイシャドウで代用してみるのもいいなと思って今度やってみよう。じゃあ次紹介します。続いてはですねラスト、じゃーん、こちらハトムギ化粧水をもともと買う予定だったんだけど、なんかそれの下に10円ぐらい安いハトムギ化粧水があって、これなんか松本清限定らしい。でなんかこれは透明感なんだけど、他にもなんだしっとりみたいなのがあったんだけど、私は透明感が欲しくって、なんか私の隣に誰か人が来るとめっちゃ顔が黄色く見えるのね。多分もともと黄色いんだと思うんだけど、なんか知らないけどめっちゃ黄色く見えるから、ちょっと透明感を見せればちょっと水色っぽく見えるんじゃないかなと思ってこれをね使いたいと思います。今まではキュレル使ってたんだけど、キュレルってちょっと高くって、しかも多分これの半分ぐらいのこんぐらいの大きさかななのね。だからなんかちょっとバシャバシャ使えるやつがいいなと思って、何年かぶりに、てか買ったことあるのかな、のんちゃんが使ってて、それをたまに私が使ってたみたいな感じなんだけど、ハトムギ化粧水を買ってみました。ということで商品紹介は以上になるんですけども、今回こちらのねハトムギ化粧水が出てきたということで、スキンケアから寝るシーンまでお届けしたいと思います。ということでとりあえずピンでお風呂上がりのほのぼのさーん、はい、ということで、ただいま、お風呂から上がって、髪の毛を乾かさずに、そのまま部屋に来ました。ただいまの時刻、発表させていただきます。ただいまの時刻、2時ちょうどでございます。しかも、8月11日、はい、8月11日なんですけども、8月11日ですね、なんと、セクシーゾーンのライブにね、のんちゃんが当たって、行くんですよ、私も。だから、みたいな。寝ないといけないのにと思うんだけど、で、こういう日に限ってさ、すごい目覚めちゃうのわかる。ということで、今から私は部屋の片付けをしたいのと、この動画を編集します。なんでもしかしたら寝るのが全然遅くなるかもしれない。で今から私はスキンケアをしていきたいと思うんですけども、スキンケアは今日買ったやつと、美容液はこれ使う、美容液はキュレルのやつ使います。ちなみに私の洗顔はファンケルの酵素洗顔みたいなやつと、あとはお風呂上がりに無印の導入化粧水を塗るんですよね。いつもはそれで済ませちゃってるんですけども、最近さすがに肌がちょっとまたブツブツしてきちゃって、卵肌になりたいんですよ私、ツルンツルンの。こんな感じでめちゃくちゃ汚いんですよ。ちゃんとやらないとさすがにやばいなと思ってます。で毎回言ってる気がする。今ちょうど夏休みで、すっごいね夏休み家で YouTube 見ながら満喫してるんですけども、今2時って話したじゃん。もうさ夏休みさ
昼夜逆転まではいかないんだけど、何もない日とかは昼間ぐらいまでずっと寝てて、夏休みが終わりにかかろうとしてるのにまだ宿題も終わってないし、いろいろと終わってないので、そろそろ本格的にやらないとやばい。ということで行水が終わったので、この SD カードを取ってパソコンに移して途中まで編集しちゃいたいと思います。お願いします。早く寝ろって話なんだけど、なんか寝れない時はさ、なんか作業した方がいいと思うじゃん。だからやります。ということでスキンケアが終わりました。はい、ということで今読み込みが終わったんですけども、読み込みしている間にこの椅子をね倒して真っ平らにしてたら睡魔が襲ってきまして、眠くなったので編集はやめて今日は明日に備えてもう寝たいと思います。ということで今回最後まで動画見てくれてありがとうございました。今日の動画はですね、購入品紹介プラススキンケアとちょっとおしゃべりみたいな感じなことをしました。ということでまた今度こういう動画出してほしいなと思って、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次回のぬまぐるをしましょう。バイちゃん。Loved you from the first time you called me late. Loved you from your whips and your weekend games. Always on my mind, always in my brain. With you the summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side.